皆さんこんにちは。こんにちは。ベルテンポトライブ代表の高萩です。実は7月1日からベルテンポトラベルのベルテンポカレッジというのを開校することにしました。まあ、学校なんですけれども、私は今から18年前にベルテンポトラベルというこの旅行会社を始めました。で、私と社員1人2人で始めたんですけれども、お体に障害がある方とかご高齢の方に専門特化した旅行会社ということで、まあ、通常の旅行会社ではなかなか引き受けにくいお客様に特化して始めたんですね。でも別に私は福祉に興味があるとか知識経験があるとか、それから資格を持ってるっていうことではなくてですね、たまたま大手の旅行代理店で働いてる時に、障害がある方とかご高齢の方がなかなか旅行に行けない、ツアーに申し込んでも断られてしまう、介助者つけてくれとか、まあいろいろなんかそんなこと言われるという、で、なかなかまだ情報もない時代でしたから旅行に行けないっていうことで、で、まあもともとサラリーマン向かなかったんで、じゃあまあやめて自分で始めようかなっていうことぐらいで、別にベンチャースピーチとかですね、何か社会を変えてやるとか全然そんなことじゃなくてですね、まあ、旅行に行きたい人がいて、旅行の仕事で、まあ、飯を食いたいと思う私がいて、じゃあそこで小さな会社作れたらいいなと思って始めていました。でも何しろ、まあ、初めて日本にこんな会社なかったので、何もかもが初めてだってもう分からないことだらけなんですね。で、さっきもちょっと話してたんですけども、全く目が見えない全盲の方が、まあ、モンゴルに行きたいいきなり連絡が来る。で、目が見えない方の旅行を受けることの是非じゃなくてですね、目が見えないのにそもそも旅行に行って面白いのかって問題が私は分からなかったです。で、私はお客様に聞きました。すいません、目が見えないって旅行楽しいんですかっていう、その程度の知識レベルです。その程度の知識レベルで、始めたんですけども、私はすごくそれがラッキーだったと思ってるんですけど、私に先入観がないですね。私が例えば福祉系の大学とかを出ていたら、障害者心理学を学んじゃったりとかですね、脳梗塞で右半身麻痺の人は言語障害が出るのでこういうことに注意とかっていう、そういう知識を持った状態でお客様に向き合ってしまうとバイアスがかかりますね。先入観がかかる。なので障害がある人は守ってあげなくちゃいけないんじゃないかっていう弱者というような意識を持ってしまったり、あと高齢者はお年寄りだから、例えば食事も柔らかいものがいいんじゃないかとかですね、お粥にしようかって、先入観ってそういう風になっちゃうんですね。こう、まあ、福祉の業界で例えば誤嚥、なんか飲み込んでガーッとやると大変だとかって言って、危ないものは硬いものだってなっちゃいます。でも実際、うちの会社で、全盲の方、全く見えない方とか、あと耳が全く聞こえない方が、お一人で普通に参加してもらいます。多分日本で唯一うちの会社が、障害がある方を一人で受ける。介助者も要求しない。で、なおかつ介助もしない。で、皆さんすごく驚かれるんです。どうするんです。でも、それってやっぱり、障害がある人は一人じゃ旅行できない弱者なんだっていう思い込みなんですよね。で、実際に目が見えない方はお一人で参加してこられると、すごくわかるんですけども、もちろん目が見えないからできないことってあるんですよ。で、それは私わからないから本人に聞きます。見えないと何が不便ですか？いや、飛行機降りたときターンテーブルで自分の荷物がわかりませんって。それはそうですよね。で、そんなのは代わりに取ってあげればいい。で、お部屋とかシングルで大丈夫ですか？一人で全然大丈夫です。でも一人だと困ることって何あります？いや、初めての部屋なんでどこに何があるか分からないから、それだけはちょっと教えてもらっていいですか？ここがバスルームです。お湯です。水です。シャンプーです。これエアコンのスイッチです。これ電気ですって言ったら、僕電気関係ありませんって言ってね、ああそっかとね。でもそういうふうに一通り部屋の中を説明すると、彼らは頭の中にこう映像で 3D で部屋の様子が描かれるから、あとは一人で大丈夫なんですね。で、あと、まあ、チェックアウトの時になんか落とし物してるといけないんで、部屋一応見に来てもらっていいですかって言って、まあ、チェックアウトの時お部屋見に行って、忘れ物とか落とし物ないか、すんごい部屋綺麗なんですよ。貴重面なんです。で、貴重面ですねって言ったら、僕たち見えないんで散らかすとどこに何を見たか分かんなくなっちゃう、なのできちんとした状態にするっていうんですね。で、一人だからってなんかすごい不安、私が例えば目が見えなくなって添乗員さんが、じゃあ失礼します明日の朝って言われたら、すごい不安な感じするじゃないですか。で、何か今お困りのことありませんかって言ったら、すいません、タバコ吸えるとこないですかとかって言うんですね。で、一緒なんですよ。目が見えても見えなくても、今自分が聞きたい質問はタバコどこで吸えますかっていうね、これが私はバリアフリーな状態だと思ってるんですね。だから障害がある、年齢が高齢っていうとす
すごいバイアスがかかっちゃうんですよ我々。だからそういう思い込みを排除するためには私に全く知識がなかったっていう状態からスタートしたのはとってもラッキーだと思いました。なのでここは必要な配慮とかできることできないことは聞き取ればいいだけの話ですから、例えばご高齢の方も食事何かご希望ありますか、この間も宮崎行ったんですけど、宮崎の空港に降りてでお昼うちあんまり予定決めないのでね、空港着いてから空港に着いてから今何が食べたい気分かを聞くんですね。でお腹の空き具合だったりこういろいろあるじゃないですか。たらいややっぱ宮崎牛舎でしょって言ったのは89歳のおばあちゃんですね。肉でステーキとかでステーキってリクエストが入ったんですね。ここねと思ってでステーキお好きなんですかって聞いたら、まあ、家じゃ一人暮らしてるから家じゃ食べないよねって言うんですね。なんでやっぱ外を出た時にいやせっかく旅行来たんだからって気分が高揚してる状態でやっぱりステーキ食べたくなるみたいなことは、まあ、普通にある。で 150g ぐらいのステーキをペラッと食べてましたね。結構いい値段したんですけどいい肉だった。でもそれが実は宮崎というところのこう旅の一番の思い出だったりするわけですよね。そういうことが旅であり、まあ、観光なのかなというふうに思っています。で旅何もしないって書いてあるんですけど、あの日本の旅行っていうのは旅に行ったら何かしなくちゃいけないの。こう観光地なんか入場したり